金社城の戦いとは、自称4年11月4日、日立国金社城における、源の頼朝率いる軍と日立佐竹氏との戦いである。平安時代末期の内乱、自称、呪衛の乱のうちの一つ。自称4年10月、藤川の戦いに勝利した、源の頼朝は敗走する平家を追撃すべしと、命じるが、数佐広常、千葉常種、ね。 三浦義澄らが、まず、佐竹氏を撃つべきと主張した。その意見を取り入れた頼朝は、平決追撃を諦め佐竹討伐に向かうことにする。10月27日、頼朝は軍勢を引き連れ佐竹氏のいる日たちに向かって出発する。この日は、頼朝の水日に当たり、周囲は出発に反対したが、頼朝は27日こそ、 持ち人王の領事が到着した吉日であるとして、反対を押し切って出陣した。11月4日、頼朝は、日立国府に入る。そこで軍議が開かれた。まず、上ズ広ヒが、縁者である佐竹家の着男、佐竹義政を屋建橋に誘い出し中殺した。この動きを見て動揺した佐竹氏の中には、頼朝方に寝返ったり逃亡する者も出てきた。 いつか、金社城に立てこもった次男の佐竹秀吉らに対して、総攻撃が仕掛けられ、熊谷直尾ザ平山奇重が真っ先に城を登った。佐竹氏当主高吉は在京中で不在であったものの、金社城が断崖に位置する難攻不落の城郭であり、佐竹氏の守りは強固であると見た頼朝は、広常の検索により、金社城には入城していなかった。 秀吉の王子、佐竹義樹を味方につく、妖怪に有する。義貴は、頼朝軍に加わって、金社城を攻撃した。城の作りに詳しい義貴の案内で、金社城は攻め落とされた。その後、城を守っていた秀吉は、欧州の花園城へと逃亡した。佐竹義尻は御家人に劣せられ、佐竹秀吉の所領が頼朝の家人たちに与えられた。 新たな占領地を得たことによる、御家人たちへの恩賞。地理的には現に、絹川水系と蚊取り海を支配してさらに北の欧州、藤原氏と提携の可能性があり、関東に残る兵士方、最大勢力であった佐竹氏を屈服させたことは、関東を基盤とした、頼朝政権確立の上で重要な位置を占める、戦いであった。しかし、頼朝は、 関東の諸豪族に対しては一旦起伏を促す、死者を派遣した上で多様を決定しているのに対して、佐竹氏に対してはそうした動きが確認できないことから、この戦いは、相馬見クリアやカトリカ沿岸の貴族問題で、佐竹義宗や、片岡徳こ春と対立関係にあった上、カズサヒ千葉ツネなどの暴走兵士及び、同一族と婚姻関係にある、三浦義澄が、 暴走地域から、佐竹氏勢力を排除するために、頼朝に攻撃を要求したとする学説もある。また、遠京本平家物語によると、自称5年の春に、佐竹隆義が頼朝と戦った記載があったり、玉葉の自称5年4月21日以上に、不説ながら、佐竹氏が、日立国で頼朝と敵対したとの記載がある。 また、佐竹氏の存在が、欧州藤原氏と共によりの上落拒否の理由とされた。以上のようなことから、この金社城の戦いのみで、佐竹氏を屈服させたわけではなく、自称、樹衛の乱の後期まで、佐竹氏は、日立国において、よりに対して敵対的な行動を取り続けたと見る、学説や欧州合戦の直前まで、 敵対的行動を取り続けたとする学説もある。11月7日に頼朝は、日立国府で、叔父の志田義博新宮幸家と対面しているが、この二人は後に、源義仲のもとに走り、頼朝、義仲対立の火種を生むことになる。ありがとうございます。